今日はアメリカのトムっていうやつ遊びに来るんだけど、日本語は大丈夫なのかな。俺は英語は全然喋れないけど、ちょっと勉強しないと。Hello, hello, good, good morning, good morning, oh my god, oh my god。 あ、来た来た。あいつ来たのかな。ミスター田中、ナイトミディユー。トム？ No, 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 no. Yes, yes. どっちだよ。 Yes. 待って待って、靴、おいくつだよ。20歳です。帽子を切ってねえよ。おいくつだと言ってんだよ。あ、靴。そう、失礼しました。あ、失礼します。まあまあまあいい、とりあえず座って座って。はい、なんとか頑張ります。頑張んなくていいよ。おい、そうだトム、明日から日本いろいろ案内しようと思うんだけど、どこへ連れて行きたい？近くに、どこに連れて行きたい？ねえよ、逆っていうのはねえよ。ないの。てかトム、なんで日本へ来たの？やっぱり、歴史ある国じゃないですか、ですからここで、中国の文化学びに来ました。中国へ行けよ。おい、なんでわざわざ日本へ来たんだよ。歴史を勉強するんだったら中国へ行けよ。もちろん行ったことはあります。あ、もう伝えました。あ、中国行ったことあるんだ。はい、でも、日本に来て、驚いたことはあります。何？ディズニーランドに、ドラえもんがいませんでした。中国行ってたからだよ。情報がおかしいよ。もう一点なんですけど。何？ここに来る間に、サムライが一人でもいませんでした。いねえよ。いつの日本だと思ったんだよ。おい、がっかりしました。がっかりじゃねえよ。どこの時代だと思ってんだよ。あ、そうだトム、コーヒー飲む？いや、構えなく入れろ。だからどっちだよ。命令すんなよ。お前ブラックでいい？いや、私は黒お願いします。黒じゃねえよ。日本人は黒と言わねえんだよ。さあ、ミルクたっぷりお願いします。それはブラックじゃねえだろ。皆さん、こんにちは。はい、こんにちは。サムライちゃんのギエです。サムライちゃんのカイです。やはり外国人だから勘違いする日本語はたくさんありますよね。そうですね、皆さんこういう勘違いしたことはありませんでしょうか？もしありましたら、こちらのコメントしてくださいね。お願いします。はい、よろしく、どうぞ。じゃあね。じゃあね。バイバイ。